はい、はい、どうもちょぶりです。今日の動画なんですけれども、今日は5万 GP で獲得できるめちゃくちゃ有能な選手をご紹介していきたいと思います。ということで、まあ、5万 GP って言ったらかなり安いですよね。まあ、ちなみに僕なんかもうこんな感じで233万 GP とかあるんですけれども、まあ僕はめちゃくちゃやり込んでますし、課金もかなりしてるってことで参考にはならないかなって思うんですけれども、まあ言ってしまえば5万 GP ぐらいだったらね、今日イーフトボール始めた方でもまあ集められる、まあそのぐらいの GP なのかなって思うんですけれども、まあ、そんな中で今日は5万 GPやれば獲得できるめちゃくちゃ有能な選手5名ご紹介していきたいと思います。まあ、5万 GP で獲得できるとは言ってもですね、そっからトレーニングプログラムを使って育成とかをかなりしていかなくちゃいけないので、まあ、コスパ的にはどうなのかっていうところではあるんですけれども、まあ、安い GP で弱い選手を獲得するよりかは、安い GP でね、まあ、これから育成してたら強い選手獲得した方がもちろんいいと思いますので、まあ、よかったらね、参考にしていただければなと思います。ということで早速5名ご紹介していきたいと思います。はい、ということでまず1人目はこちら、ゴロビンですね。はい、ということでゴロビンなんですけれども、モナコの選手ということで 32,000GP で獲得できるんですけれども、まあ、この選手がかなり有能ですね。まあ、ゴルビンに関しては結構今までもかな、ウイニングイレブンの2021-2020とかでもね、結構流行ったというか、まあ、強いって言われてた選手ではあるんですけれども、まあ、今回ね、まあ、イフットボール2020でもまあかなりのコスパ選手ということで見ていきたいと思います。まあ、チャンスメーカーの選手で、できるポジションがオム CM の適性があって、左ウイングも適性あるんですけれども、まあなんとそれ以外の中盤から上のポジション全部適性薄めであるということで、ポジションの幅がまあとんでもないぐらい広いですよね。そしてレベルが36レベル上がるということで、まあかなり上がるんですけども、まあこんだけ正直レベル上がる選手って、まあじゃあどこ見ていくかっていうと、この元々の初期能力なんですよ。正直レベルが高く上がるけど初期能力がめちゃくちゃ真っ赤で、まあほぼ60代とかっていう方多いんですけども、まあゴロビンに関してはレベルが36レベル上がる中で、この能力値、特に今作必要と言われるこのまあドリブルっていう能力値ですね、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープってところも74、75、76ってことで、だってこれもう4とか5、6上げてあげればもう80乗っちゃうんですよね。スピードに関しても72、71ってことで、まあかなり速いスピード持ってますし、まあスタミナもとんど70乗っかっているということで、まあディフェンスに関してはね、60代ってことで若干低めにはなるんですけども、まあゴルビンに関してはもともと OMF 登録の選手っていうこともあって、まあオフェンシブな中盤としてまあかなり人気の選手なんで、まあ、育成するときもドリブルとかね、まあクイックネスとか中心に上げていただければなっていうふうに思うんですけども、本当にかなり優秀な選手です。まあチャンスメーカーというだけあって、スキルも超優秀で、ダブルタッチ持ってて、あと、コンカとか、ワンパスルーパス、バックスピンロブ、アウトスピンキックとか持ってるんですよね。まあ、ここのスキルだけ見たら、本当に星5の選手と変わらない能力値というかスキルしてますよね。ダブルタッチ持ってる方、ダブルタッチ持ちがいいよって方も結構いると思いますし、中盤でこのワンタッチパス、スルーパス、この星3とかで持ってるのめちゃくちゃ熱いですよね。まあ、しかも中盤 CMF とかオムフで上がった後もこのコンカとかシュート系のスキルを持ってますし、まあ、右引きの選手なんですけども、アウトスピンキックとか持ってるんでね、ミニサイドとかでも全然使ってあげるよということで、選手の特徴ってところを見てみても、逆足の頻度、逆足のどちらも高い、そしてコンディションの波が小さいってことで、まあめちゃくちゃ優秀な選手ですよね。おすすめの育成法としてはレベル36レベルまで上げたら、まあドリブルとかね、クイックネスと脚力、まあここ中心に上げてあげるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。本当に見ていただければ分かる通り、まあ初期能力はもちろんなんですけれども、スキルが特に超優秀な選手になってるんで、まあ、よかったらね、ぜひ獲得していただければなと思います。はい、ということで1人目がゴロビンでした。じゃあ続いて2人目ご紹介していきます。はい、ということで2人目はこちら、エベレキエイズですね。選ばせていただきました。まあ、この選手がですね、見忘れましたね。はい、イングランドのクリスタルパレスに所属の選手なんですけども、なんと 18,000GP で獲得できるってことで、いや安すぎでしょ。もう5万 GP とかっていうか、まあ、その半額以下ですよね。 18,000GP という、まあ、破格で獲得できる選手なわけなんですけども、いやめちゃくちゃ優秀なんですよ。まあ、配信とかでもかなりお勧めされているんですけども、まずね、2列目からの飛び出しということで、僕は大好きで、まあ、本当にウイでイフットボールでもめちゃくちゃ強い2列目からの飛び出しなんですけれども、できるポジションが左ウイング、左ハーフ、そして CF オムフができると、そして STCMF 右ハーフに適性薄めという感じになっているんですけども、まあ中盤から上のポジション、これも結構適性あっていいですよね。まあそしてレベルがなんと42レベルまで上がるということで、今日のタレントポイント82ポイント触れるわけなんですけども、まあこの選手に関してもやっぱりこのレベルが上がる選手っていうのを見ていきたいところは、この初期能力値ですよね。もうまずこのドリブルっていうところ、ボールコントロール73、ドリブル79、ボールキープ79ってことで、いやこれもう1上げたらドリブルとボールキープ80乗るんですよね。タレントポイントこんだけあるのに、もうすでにこの70代後半乗ってるのめちゃくちゃエグいですよね。そしてこのスピード70、瞬発力76ってことで、ここに関してももう瞬発なんか4上げてあげたらもう80乗りますし、とんでもないですよね。そしてまあ皆さん気になるであろうスキルの方を見ていこうと思うんですけども、スキルもかなり優秀です。ダブルタッチルーレット持ってるってことで、まあこれドリブル大好き勢には歓喜のねスキル持ちなんですけれども、まあサイドでね結構重要なピンポイントクロスかアウトスピンキックとか持ってますし、まあ
比較的ドリブル系のスキルが多いですね。まあ、スキルから見てもドリブルしやすいってことが伝わるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり一番いいのはこのスキルはもちろんなんですけども、この2列目からの飛び出しですよね。そしてサイドハーフとかだけじゃなくて OMF もできるってことで、もちろん中央で使ってもあげてもいいと思いますし、まあ、左ハーフとかで使ってあげて、まあ、ピンポイントクロスとか、まあ、そんな感じでサイドガンガン抜いていってクロスどんどん上げていくみたいな、そんな感じでもいいんじゃないかなって思いますね。まあ、個人的にこれで、まあ、育成の仕方もよると思うんですけども、まあ、かなりねクイックネスドリブル上げたらめちゃくちゃ強い選手になると思うので、まあ、スパサブの選手じゃないんですけども、スパサブ要員とかで使ってあげてもめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。でこちらの選手の特徴ってところ、まあ、逆足の頻度が高い、逆足の精度が普通、そして、まあ、コンディションの波が小さいということで、まあ、波小さいのもめちゃくちゃいいポイントなんじゃないかなと思います。あと決定力とかも、まあ、できれば70とか乗せれたらいいかもしれないですね。ということで2人目がエベレキエーズでした。じゃあ続いて3人目ご紹介していきます。はい、ということで3人目はこちらバイグル選手ですね。3人目に選ばせていただきました。まあ、この選手がベンフィカの選手で、まあ、32,000GP という、まあ、この選手も破格で獲得できるわけなんですけれども、まあ、この選手を見てみたらめちゃくちゃ優秀なんですよね。まあ、この選手が、まあ、DMF の選手ってことで、まあ、プレイメーカーの選手なんですけれども、一応 CMF もできて DMF ができると。そして CB が適正薄めなんですけれども、まあ、見ていただければわかる通り、35レベルもこの選手もね、もちろんレベルがたくさんあるんですけれども、このディフェンス能力値というのがね、かなり高めになっております。まあ、上から72、74、74、77ということで、まあ、これもね、90乗っかってくるレベル感なんじゃないかなと思います。ドリブルっていうところ見てみても、ボールコントロール72とか、まあ、ドリブル62若干低めなんですけども、ボールキープが74とか、まあ、乗っかっているんで、結構中盤にしてもね、ボールドリブル上げてあげたら、まあ、持ちやすい選手になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、このフィジカルってところ、やっぱこのスピード瞬発とか若干気になる方多いかなっていうふうに思うんですけども、まあ、ここに関してもね、中盤のまあアンカーとか、まあ、その位置で使う選手になるのかなっていうふうに思うので、まあ、そこまでスピードっていうのは僕はね、気にならないんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、育成で70ぐらいまで乗せてあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。そしてこの身長ってところも186センチってことで、まあ、結構高めにはなるので、まあ、中盤の刈り取りに結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そしてスキルを見ていくと、こんな感じ全部埋まってはないんですけども、ミドルシュート、ドロップシュート、シュート系のスキル持ってますし、ワンバとかバックスピンロブとか、あとまあ守備系のスキルだとマンマークを持っているってことで、まあ、ディフェンス気味の選手なんですけども、まあ、上がっていってもシュート打てるし、守備系のスキルだとマンマーク持ってるし、まあ、あとね、まあ、中盤のビルドアップとか結構重要なワンタッチパス持ってるの、これも結構でかいんじゃないかなと思います。そして選手の特徴ってところ、逆足の頻度と精度が普通、そしてコンディションの波が小さいってことで、まあ、波小さいのもめちゃくちゃいいポイントなんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、おすすめの育成法としてはレベル上げてあげて、まあ、ディフェンスってところね、まあ、80後半とかぐらいまで乗せてあげて、まあ、あとはドリブルとか、あと脚力ですね、まあ、脚力上げてあげて、このスピードとスタミナとか、結構乗っけてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろんな動画でも話しているんですけども、結構ね、プレイメーカーってプレイしたら結構本作僕いいのかなというふうに思ってるんで、まあ、DMF はもちろんなんですけれども、若干守備気味なね、CMF とかでも使ってあげるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、かなり中盤でこの値段で獲得できたらいい選手なんじゃないかなというふうに思いますね。ということで3人目がバイグルでした。じゃあ続いて4人目発表していきます。はい、ということで4人目はこちら、ジョナタン・イコネですね。4人目に選ばせていただきました。まあ、この選手がですね、まあ、セリアのフィオレンティーナで獲得できる選手なんですけれども、43,000GP で獲得できるということで見ていきたいと思います。はい。ということで、この選手が OMF 登録の選手で、まあ、2列目からの飛び出しということで、まあ、この選手もね、素晴らしいプレイスタイル持っていて、できるポジションが両ウィングとオムフが適正ありと、そして CFST 両サイドハーフ CMF が適正するといった感じになっております。で、見てください、皆さん。この選手43レベルまで上がるんですけれども、すでに乗っかっている能力値、初期値で瞬発力80乗っかってますね。いや、バケモンでしょ。もうこれ43レベルまででタレントポイントいくつじゃんの、これ84ポイント触れるのに瞬発力もともと80乗っかってるのエグすぎますよね。まあ、その他にもドリブルっていうところ見てみても 74,76,79 ということで、ボールキープに関しても1個上げてあげれば80乗りますし、ボディコントロールも72あるっていうことで、まあ、本当に驚異的な選手ですよね。まあ、驚異的な選手というか、まあ、今作特にオフェンスに必要なところはドリブルとかスピードって瞬発力とかってところ、まあ、そこが非常に、ね、特化して能力乗っかっているんで、まあ、かなり今作向きの選手なんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、スキルの方を見ていくと、スキルもこれまた優秀なんですよ。ダブルタッチ持ってますし、根幹持っていて、あとワンタッチパス、アウトスピンキック持ってるってことで、いや、かなり優秀ですよね。絶対ボール持ちやすいし、しかもワンパン持ってるし、2列目から飛び出して根幹も持ってるしってことで、まあ、かなり使いやすい選手なんじゃないかなというふうに思いますね。そして、この選手の特徴ところが、まあ、コンディションの波が普通ってところで、まあ、ここは若干残念なポイントにはなるんですけども、まあ、これからね、リーグが開幕して、コンディションアップルとか乗っかってきたらめちゃくちゃ使える選手なんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、左利きの選手なんで、まあ、両ウイングどちらでも使ってあげると思うんですけども、個人的にはね、まあ、右ウイングとかで使って切り込んでいっても根幹で決めるとかっていうのもいいと思いますし、まあ、OMF の位置で使って、まあ、2列目から飛び出してもコネコネして
みたいな感じで、まあ、そんな感じで、まあ、使ってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱこの中盤の選手でこれワンタッチパスが持ってもかなりでかいんでね、そういった面でもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ優秀なスキルはもちろんなんですけども、とりあえずこの43連目まで上がるのにこの瞬発力、そしてこのドリブル能力えぐいですよね。本当に今作向きの選手なのかなっていうもので、ぜひねよかったら獲得検討してみてください。はい、ということで2人目がイコネでした。じゃあ続いてラスト5人目ご紹介していきます。はい、ということで5人目はこちらイブラヒマサンガレ選手ですね。ラスト5人目に選ばせていただきました。まあ、この選手がですね、僕コートジボワールの国籍からね発見した選手なんですけれども、29000 GP で獲得できるということではかなりコスパなんですけれども、まあ、DMF の選手でこれ能力値見ていきたいと思います。まずハードプレスの選手なんですけれども、 DMF と CMF に適性があってオブが適性薄めといった感じになっているんですけれども、身長がねまず 191cm ということで、まあかなり高身長でレベルが39レベル上がって、まあ、かなりねディフェンシブな選手なんですよね。まあ、なんでこの間ご紹介した、まあ、ザカリアみたいな感じで本当にまあビラの代わりになるスタンダード選手みたいな、まあ、そんな感じなんじゃないかなというふうに思います。能力見てみても、もともとかなりね乗っかっていうのはこれディフェンスっていう能力ですよね。70、76、72、76ということで、もともとこのディフェンスっていうところは70乗っかってますし、スタミナに関してもね73あって、フィジカルコンタクトももともと77あるということで、フィジカルもあってねディフェンス能力もあって、身長高い DMF、 そしてハードプレスってことで、めちゃくちゃもうこの時点で優秀なんじゃないかなというふうに思います。そして指揮のを見ていくと、こんな感じでワンタッチパス、スルーパス、マンマーク、インターセプト、エアバトル、スライディングタックル、アクロバティックや闘争心ということで、まあかなり中盤に必要なスキルと、そしてこのディフェンダーに必要なスキルを持ってるんで、ここめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなというふうに思います。やっぱり中盤でワンパス、スルーパス持ってるのめちゃくちゃいいと思いますし、このディフェンスに必要なマンマーク、インターセプト、エアバトル、スライディングタックルをこの低価格の GP で、そしてこれ星3の選手で持っているっていうのはね、めちゃくちゃ強いというか、めちゃくちゃでかいんじゃないかなというふうに思いますね。そしてこの選手の特徴っていうところ、逆足の逆足セットは普通なんですけれども、コンディションの波が小さいってことで、まあ、この選手もね、まあ、ずっと使える選手なんじゃないかなというふうに思いますね。まあこの能力、スキル、身長すべていいと思いますし、そしてやっぱこのね、まあ、安い選手でやっぱこのスキル、このディフェンス系のスキルね、インターセプト、エアバトル、スライディングタックル、マンマーク、特にこのディフェンスのスキル持ってるのめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、前回ご紹介したザカリアとかがねアンカーの選手なんで、まあ、ザカリアとかと差別化してハードプレスの選手とかをね中盤に使いたいって方はねめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思います。もちろんビエラまではいかないと思うんですけども、ビエラを感じさせるようなね、まあ、そんな絶対動きをしてくるような選手なんじゃないかなというふうに思いますので、持ってない方とかまだなかなか GP がないよって方はね、ぜひこの、サンガレ獲得していただければなと思います。はい、ということで5人目がサンガレでした。はい、こんな感じで今日は5人のめちゃくちゃ安く獲得できる有能選手をご紹介していったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ5万 GP でこのね5人の選手たちとクオリティで獲得できるというのはねめちゃくちゃえぐいですよね。まあ最初にお話した通り、どの選手もね育成がかなり必要になって、まあトレーニングプログラムがねない方が多いかなって思うんですけども、まあ安い GP でねこれから使えない選手を使うよりかは、まあ、安い GP でやっぱ将来性のある育成してた強い選手をね獲得した方がいいんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、よかったらね特に始めたての方とか、まあこういうスタンダード選手をレベル上げて使いたいみたいな、そういう方は参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はこんな感じで安くて強い選手をご紹介していったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでイフトボールの講座系解説系動画を上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。